で実際今の日本の20代の若者とかに前アンケート調査を取って読んで驚いたことがあったんだけど独裁国家ででももいいいいっってててて答えるるる人はそこそここう、ね、数字も出てたりするんですんよねだからやっぱりみんなその民主主義に対するある種の決められない限界に対する不安っていうのはやっぱり持ってんじゃないかなとそれは間違いないんじゃないかなとは思いますけど。 えー、権力の,権力の終焉です20世紀の社会と21世紀の何が変わったのかというのをねずっとこう自分の大きなテーマとしてずっと考え続けていてその中でなるほどそういうことだったのかっていう、ね、こう膝落ちする学びとか気づきがたくさんありました。<music> お金が増えたことそれから、えー、移動が自由になったことでそして、まあ、モラル自体が変化してきたこととまあ3つ頭文字を「M」と挙げて3つの「M」っていうふうにその本で読んでるんですけども戦後一貫してそれは先進国だけじゃなくて、えー、アジアの諸国であってもですねあるいは中東であってもみんなすごく豊かになったわけですよね。 確かにそのかつてね我々は国の中に閉じ込められていてしかもモラル自体もその国の中に閉じたメディアで規定されてた部分ってあるわけですよねでそれこそがまあ世論イコールになってたわけででもこれが今の時代インターネットが普及してですね新聞テレビが言ってることじゃない意見っていうのをいくらでもみんなが発信できるようになるそうするとある種の対抗言論みたいなのが作れるようになってきてそこで道徳とか考え方自体も変わってくるさらに LCC みたいな格安航空会社が普及したことで国外に出ることも非常に安くなるとで。そうするとその国が持ってるある種の囲い込みみたいのがだんだん通用しなくなってくる。その豊かになるとそこまでその国家権力に礼重しなくなるっていう、まあ、そういう変化が20世紀後半から20世紀にかけて劇的に起きてきたことで国の持ってるそのコントロールする力とか支配する力みたいなのが弱まってるんじゃないかっていうことが書かれてるわけですよね。 でその方が面白いのは必ずしもその現代の話だけじゃなくてもう少し遡ってじゃあなんでそんなに権力って強かったのっていうところをですね実は20世紀初めの2つの世界大戦ですね第一次第二次ここら辺に源流があるんじゃないかってことを言っていて例えば戦争するっていうことで言うと中世とかは、まあ、王様が戦争するんですけど王様と別の国の王様がでそこで戦ってるのは傭兵。 傭兵部隊だったわけですよねだから普通の一般の国民にはあんまり関係ないものだった、戦争っていうのは。でところが、フランス革命が18世紀にあって、その後ナポレオンが出てきてで、他の国とフランスが戦うと、その時に初めて国民がみんなで参加するっていう、国民の戦争っていう概念が生まれてきたわけですよね。日本でもそうですよね。おそらく江戸時代ぐらいまでは、私は薩摩の人とか、私は会津の人とかね、そういう感覚があるだけで、自分が日本人だって意識はさほどなかった。 なぜかというと国外のことまで意識がいかなかったからですね。それが明治維新になって、そのいわゆる当時帝国主義列挙と言われるようなね、ヨーロッパの強い国と戦わなきゃいけなくなるっていう事態がだんだん進んできた結果、やっぱり頑張って日本は日本で団結しなきゃってんで、日本人の感覚が生まれてきた。だから、フランスでもヨーロッパでも日本でも国民でみんなでやるっていう感覚次第がおそらく19世紀ぐらいになって急速に発達してきた観念だったのかなと。 で、それが、ま、究極になったのが20世紀初頭の2つの戦争で、もうとにかく戦争に勝つためには国民総動員っていう形の総力戦って考え方が生まれた。この総力戦を戦い抜くために権力を国に集中しなきゃいけないと。で、同時に企業なんかもその中心企業がたくさんあったら、たくさん戦車を作るとか、銃弾を作るとできないので、もうとにかく合併させて、大きな会社にして、コントロールしやすいようにしようっていうところで、企業の合併がガンガン進む。国にしろ、 企業にしししろ集中ててて権力を一括でコントロールすするっていうののが当時の流れとしてすごくあっただから逆に言うとそのもう今や総力戦なんてそれが中心になることはないだろうと逆にそんなことしてたらですね産業はうまく育たないわけですよね大企業がやるよりは新しいスタートアップが出てきてですねそのスタートアップが機動力を生かしてどんどん新しいビジネスをするとそのほうが成長の可能性が高いで実際アメリカの産業界ってそうで。 1950年代ぐらいの例えばコンピューター業界と今の IT の業界を比べると当時の会社で今も生き残ってるのは IBM だけですからね古い企業がだんだん衰退していくとそれを乗り越えるようにして例えばマイクロソフトが出てきたりとかあるいは Google が出てきたり Facebook が出てきたりっていうふうにどん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 スタートアップが古い企業を淘汰して変わっていくっていう構図が生まれてくるとつまり大きいものを生かしておくとやっぱり産業界っていうのは衰退してしまう。 ななのでで小さい力をどんどんん発揮できるるよような世界界にした方が産業界は活性化するよねとだからやっぱり大きいことは良いことだって時代はもう終わってしまっていかにその小さいさまざまな力をうまく発揮して機動力つけさせるかってことの方が多分大事になってきてるだからその辺の小さい力の集合体の方がいろんな能力を発揮できるしその方がその21世紀の今の社会に適合してるんだってことを気づかせてくれたもその権力の終焉の方の非常に面白いところだったと思います。 マイクロパワーの集合体が世の中を動かしていくっていう時代にどうやって政治を作るのかこれなかなか難しいんですよね結局そうやってマイクロパワー同士の総合作用で物事を決まってくっていうと。 決まらないことが多くなってしまうっていうねその権力が有無を言わせずやらせるからこそ世の中動くってケースもやっぱりあるわけですよで、日本の場合例えばもうそれこそ新型コロナの対応を考えてみると権力の応募は何もなかったわけですよね所詮自粛要請とかそんなものでしかなくてですね結局なん,なんでじゃあ日本は新型コロナ禍を比較的他国と比べて抑えられたかっていうとみんなが勝手に自粛したからであると 全然、それは本当に。それで良かったのかっていうで、一方で中国のようにある意味強権国家でもう強引にロックダウンしてしまうってやり方もあったし、一方で法律で。もうロックダウンっていう。緊急事態例みたいなのを作ってしまうって、ヨーロッパ的なやり方もあって、日本はまさにそのマイクロパワーが右往左往して。 何も決められままま推移してしてった、まあ、結果としてそれが自粛ってことにつながってですね抑えられてよかったんだけど、まあ、やっぱ決められない政治ってこうなるのかなっていう多分結構がっかり感はみんなあったと思うんですよね。ただ日本の場合ってそこはすごく難しくてこれはあの片山守秀さんという政治学者が「未完のファシズム」っていう歴史書で書いてるんですけど戦争中の日本ってファシズムじゃなかった。 ドイツ、イタリアはヒットラー、ムッソリニという独裁者がいて、強権で戦争をやろうって決めたんだけど、日本の場合には、そんな人は誰もいない東条秀樹もいたけど、それは独裁者じゃなくて、単に一官僚に過ぎなかったわけで、結局、なんで戦争になったかというと、誰も決められないから、なんとなく戦争に反対するのがしにくくて戦争になっちゃったっていうね。で、なんでそんな誰も決められない政治だったのかっていうと、実はそれはもう江戸時代ぐらいからそうで、例えば将軍。 ね、江戸幕府の将軍って将軍に力権限が集中しないように老中っていわゆる年寄りを置いてその年寄りの間で分権させるっていうでこれが明治維新にも引き継がれて、まあ、元老体制って山本が有友と,とかですけどそういうのを引いてそうやって日本ってのは常に権力を分散させることでうまくいくって思い込みがあったっていうことをその片山織秀さんは書いていてでそれが逆に、ね、その政治リーダー不在。 の社会を作っっちゃってるとだからリーダーシップを発揮すること自体にみんな何かある種の危険性を感じてしまうという国民性な,んだ,ろうなとだからやっぱりどっかで権力者は必要なんじゃないか議論ってのはあるわけですあまりにも日本には権力がなさすぎるっていう。 でそこでよく最近議論になってるのが中国は強権国家でけしからんと日本人とか、ね、ヨーロッパ人アメリカ人は思ってるんだけど一方で一般の中国人特に今の,その中間層っていうのは、ね、ある程度豊かな中国人たちにアンケート調査をすると別に今のままで構わないと。 ね、要するに国がうまく回ってて混乱しないんであればある程度強権の方が政治的リーダーシップ取りやすいのでその方がいいんじゃないかってことを言うわけですよ。で、これは、ね、僕実際何人かいる中国人の友人に聞いてみるみんなやっぱそういうことを言うわけですよね。で、これね、どっからその発想が来てるのかと実は儒教じゃないかって話があって、あの、儒教には家教 過挙ってあの難しい試験ですよね、官僚の。過挙に合格してなった優秀な官僚がいれば、その官僚たちがある程度腐敗したとしても、彼らに政治を信任しても構わないっていうのが、まあ、儒教の考えだなわけですよ。で、その考え方がやっぱ根幹にあるので、ある程度腐敗とかあったとしても、国が混乱しないで動いてるんなら、そっちの方がいいと。逆に完全に自由な民主主義になってしまったら、混乱してしまって国全体が慣れた,たくなる心配があるっていうふうに中国人は言うんですよね。で、それはね、 半分反感を思いつつも半分は僕は納得する部分はあって決められない政治が続くよりはある程度リーダーシップを取った人がガツンと決めてしまった方が世の中うまくいくのは確かにあるのかもしれないなとで実際今の日本の20代の若者とかに前アンケート調査を取って読んで驚いたことがあったんだけど独裁国家でもいいって答えてる人はそこそこいるっていうね数字も出てたりするんですよね。 だからやっぱりみんなその民主主義に対するある種のこう決められない限界に対する不安っていうのはやっぱり持ってるんじゃないかなとだから今後そのね権力がどんどんマイクロパワー化していざ重大な事態が起きた時にどうやって社会あるいは政治を動かすのかっていうところは結構今の,そのマイクロパワーの時代には大きな課題になってきてるかなそれは間違いないんじゃないかなとは思いますけど。 権力っていう言葉を使うとあまりにもネガティブなイメージが強くなりすぎてる問題は確かなるので、どっちかというと調整でしょうね。調整、いかに調整していくかっていう。政治っていうのは、もちろん決めることも政治の一つなんだけど、ある程度折り合いをつけるっていうのも政治の重要な要素としてあるわけですよね。だから、100か0かじゃなくて、まあ、50、50にするか、60、40にするか、80、20にするかみたいなところで、 どこまで譲り合うかっていうところが政治の一つの役割なわけですから、そこでもうちょっとその調整みたいなね、例えば平成の30年間の管理職ってひたすらこう働き働きってブラック労働で部下のお尻を叩く人っていう、まあ、ある意味権力者だったわけですよね。で、そんなことしてもみんな結局働かないし、会社がダメになるって言われてきて、今の その管理職の求められる仕事っていうのは調整ですよねいかに部下があるいはそのチームが気持ちよく働けるかってことを盛り上げたりとかあるいはその仕事をどう分担させればうまく調整できて全体の成果が上がるかっていうねだからもう管理職は別に権力持つ必要なんかないわけですよそれこそ野球のマネージャーぐらいな感じでねみんなを支えるって方向に回ってもいいんじゃないかなそういう意味での新しい権力像というか権力者ではない新しい権力みたいなものが 期待されてる部分はあるんじゃないかなと思います。